どうもおはようからこんばんは、殿でござる。ザ・クルーの雑談ドライブやっていきましょう。まあ、なぜこの画面かと言いますと、まあ、いわゆるフォトモードに、まあ、切り替えていたんで、こんな感じで、まあ、自分の乗っている車、まあ、これはアストンマーチンのバンキッシュなんですけれども、こんな感じでこうぐるっと、まあ、好きに、まあ、アングルをこう楽しんだりできるモードがあるんですよね。とりあえず終了しましょう。で、まあ、走っていくのはニューヨークなんですけれども、じゃあ今回何を話していくかと言いますと、まあ、ようやくね、この、まあ、私が、まあ、他の動画でも言っていた通り、こう繁忙状態かな、それがようやく、まあ、落ち着いて、まあ、この動画を上げている今日で、まあ、落ち着いてきたかなっていうところなんですよね。いや本当にね忙しかったもう去年もまあ忙しかったっちゃ忙しかったんですけれども、それ以上の繁忙期で、まあ、もちろん会社にとってはいいことで、私もどんどんね、まあ残業時間が重なることによって、まあ、残業代が出るんですけれども、やっぱりねこの、まあ、ゲーム実況を上げているものとしては、やはり自分の時間は、まあ、より多く欲しいものですよね。まあ、その方が、まあ、よりまあ、動画は撮れますし、まあ、その分編集に当てる時間っていうのもじっくり、まあ、撮れるんですよね。ですが今週は非常に忙しく、まあ、帰ってきてもねちょこちょこっとやって、で寝て起きて仕事に行くっていう感じだったんで、あんまりねこう動画の内容的に、まあ、元々クオリティはまあそんなに高くないのは自覚していますが、まあ、結構ね編集が雑だったり、まあ喋っていてもうまく喋れなかったり、まあ、これもいつものことなんですけれどもねまあそういった面で、まあ、結構動画のクオリティが低かったなっていうのは本当にこう申し訳なく思いますねすまんな車よ。でまあそれがようやく落ち着いてきたということで、もちろんね私はまあ皆さんは、まあ、どうだろう、学生さんは冬休みだと思うんですけれども、私はね、まあ、来週の半ばぐらいまでは仕事で、忘年会があった後1日空けて、まあ、ちょこっと仕事があって、ようやく大晦日っていう、まあ、ところなんですよね。で、あの忘年会しているのにまだまだ仕事があるってどういうことなんだ全然忘れていないじゃないか。まあそんな、まあまあいつも通り我が社にとっては例年通りなんですけれども、まあそんなこんなで、まあ年末まで、まあ、まだまだ仕事はあるんですけれども、ようやく、まあ、この動画を上げている日曜日で、まあ、やっと落ち着いてきたってことで、まあ、ここからいろいろため撮りしたりして、で年末大晦日を迎えて、まあ、正月になるわけですけれども、その辺でため撮りしていこうかなとは考えています。もうね忙しすぎるあまりで、まあ久しい友達との忘年会以外の予定って全然入れてないんですよね。まあ、だからこそ、まあ、こうして実況に時間を使っていろんなものを撮っていきたいなって考えているのが、まあ、私の、まあ、今年とまあ来年度っていうのかな、まあ、この1月前後の、正月休みかな、まあ、そこの予定ではありますけれどもね。で、まあ、年末ということで、まあ、冬休みに入っているんで、まあ、何かこう特別な動画、まあ、上げれたらなって考えては、まあ、ずっと考えてはいたんですよね。まあ、こうしてようやく落ち着いたんで、まあ、そろそろ何か、まあ、撮っていきたいかなと思って、まあ、1話2話ぐらいで終わるのかなっていうのは、まあ、実はあるんですよね。まあ、言うてもね新しいゲームじゃなくて、私が昔にクリアしたゲームでクリアした時にまたこう、まあ、2周目この辺まではやってみたいなって、まあ、言っていたことがあるんで、まあ、それをちょっとやっていこうかなとも考えてはいるんですよね。もちろん勘のいい方にはそれが何のゲームかは多分わかるとは思うんですけれども、あのゲームはね私はね撮ってて本当にむちゃくちゃ楽しいゲームだったんですよね。まあ、そういった余韻がまだまだ残っている、かつちょっとね未練もあるんでやっていこうかなとは考えていますし、まあ来年度ですけれども、まあ私が、まあ、PS2 とか他の PS3 とか PS3 の PSP のゲームを、まあ、実況していくっていう話は以前したとは思うんですが、先日ねその PSP と私が使っているアマレコさんとかもろもろ、まあ、そういった機器をつなぐ、まあ、機材かな、ああいうアダプターを、まあ、買ったんで、今後はね PSP のゲームも実況できるということで、それでねまだまだ私がこう神ゲーだと思っているゲームは、まあ、ちょこっとキープしてあるんで、その辺も撮っていきたいなっていうのが来年の目標かな。まあ、そういうのはね、まあ、年末年始の動画で言っていくつもりではございますが、なので、まあ、年末年始はとりあえずはこのどちらかの挨拶はこのザクルーで、もう一方はマイクラの方で上げていこうかなとは思います。マイクラはね次で最終回、まあ、シーズン2の最終回になるんで、まあ、私の掛け持ちが1本減ったかなというので、まあ、ちょっとはね安心しているところではあるんですけどね。
だって今ね掛け持ち8本ですよ。私もともとねゲームの掛け持ちってできないんですよ。どっかに浮気しちゃうともう片一方のゲームができないっていう人だったんですけれども、こうしてゲーム実況をしていることによって、まあ、日替わりだったり、あとはこう不定期実況だったり、まあ、そういうのを全部合わせると8本ぐらいあるんですよね。まあ、それが1本減るだけでもだいぶ楽になる。かつあと信長の野望の、まあ、シーズン5もあれが終わり次第、まあ、週2に切り替えていこうとは思います。まあ、それは前回言ったとは思うんですけれども、週2に切り替えて、まあ、例えば信長の野望は月金で上げてで空いている水曜日には太閤立志伝を上げていこうかなとは考えています。太閤立志伝はね、今やっているのは4ですけれども、まあ、4、5、3あたりでローテーションを組んで、まあ、これも定期枠としてやっていこうかなとは考えています。まあ、そのためにもね、信長の野望は2枠にして空いた分を太閤立志伝で埋めるっていう、まあ、そういった感じの戦略で、まあ年が明けて多分2月ぐらいかな、まあ、その辺でやっていこうとは考えています。で、落ち着いた段階で PS2 とか PSP のゲームを、まあ、入れていこうかなとは考えているんですよ。まあ、不定期枠で言ったらグランドエイジはね、あれ結構時間かかるんですよね。こう撮っている時と撮っていない時のこう間隔が、まあ、すごい空いているって言いますか、ようやく撮れるところまで来る、まあ、撮れるところまで持っていくのが非常に大変なんですよ。なのでその辺はね、冬休みを使ってじっくり撮っていこうとは考えているんで、まあ、年が明けたすぐあたりに投稿できたらいいかな。太閤立志伝はね、とりあえず年内に1話分ぐらいは上げるつもりではいるんですがね、まあ、まだ撮ってはないですよ。ですがね、太閤立志伝4非常に盛り上がっている時期なんで、まあ、これからも、まあ、ペースは早めに投稿できたらいいなとは考えてはいます。まあ、いよいよ年末になるというわけで、まあ、そろそろね、まあ、次のザ・クルーでおそらくは年末の挨拶にはなるとは思いますが、まあそれまでに、まあ、何か、ね、対抗一年なり、まあ、何かこう特別な、まあ、先ほど言いました通り特別な動画上げることができればいいかなとは考えています。まあ、なんで今回の話はようやくこう繁忙期が、まあ、山場は終わって、まあ、若干下り坂に入ったんで、まあ、ちょっとはね楽になったかなっていうところの報告かな。まあ、そんなこんなで乗っていたのはこのアストンマーチンのバンキッシュでした。ではこれまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。